どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、トイザラスさんにマッチボックスのジュラシックワールド商品を買いに行ったらですね、こちらの変わったね商品が置いてあって、ラインナップにベロキラプトルがあったから、これ恐竜商品なのかなと思って、どんなのかとりあえず3個しかもう残ってなかったんだけど、3個だけ買ってみました。こちらバイオポッドサイバーパンクシリーズ、卵型のケースで、ここ目があるんだけど、なんかね、押すと光って音が鳴るんですよ。押しますね。あれこの間鳴ったんだけどな。あ、光りましたね。こうやってね、綺麗に光って、あと恐竜だと思うんだけどね、可愛らしい鳴き声が、しましたね。はい、でこちら組み立てて遊ぼう、頭を押すと目が光って鳴き声がするよ。だからこれ多分ね、目だと思うんだけど、ここ押したらダメだったのかな。で、恐竜は全部で8種類、どれが入ってるかはお楽しみ。あ、やっぱりちゃんと恐竜って書いてましたね。恐竜が8種類あるようです。そう、3個しかね残ってなかったから、今回ね3種類しか買わなかったけど、1個ね1000円ぐらいするから、いいお値段するんですよね。はい、ではペリッと外のカバーをめくってですね、わー綺麗な白色で、くるっと、なんかメカっぽいケースになってますね。恐竜の卵っていうか、メカっぽいケース。で、これ開けたら、そのまま、おー、びっくりした。目じゃなくて、ここ押したらよかったんだ。間違えてた。ごめんなさい。真似しないでくださいね。はい、ここ押すとね、なんか目動いてません?気のせいかな?パカッと開けれそうなんで開けますね。はい、開けて、なんかボタンで開くとかじゃないと、おお、急に開いたからね、壊れたかと思った。これ恐竜のパーツが入ってますね。あ、結構入ってる。で、なんか絶縁シートがあって、これ抜いちゃっていいのかな。抜きますね。抜きました。特に、何もならず。で、あとこれ電源スイッチなのかな。下にすると、あ、音が鳴るんだ。音が鳴るようになってて、上もねこれボタンになってたから、で、ここにもボタンがあるんで、音鳴るんだけど、2個スイッチがあるんですかね。こちら取扱説明書、LR44 ボタン電池使用するんですけど、お試し用がね、入ってるんで、もうすぐにね、遊べるようになってて、で、あと、組み立て方が書いてるんだけど、全8種類の組み立て方がここに書いてます。まあ、そんなに難しくないかな。多分ね、ホネホネザウルスよりも、ちょっと難しいかなっていうぐらいじゃないでしょうか。バイオポッドサイバーパンクシリーズ集めて遊ぼうってなってて、ラインナップこちらの8種類、闘艦、なんだ、アングラフィッシュに、シーホース、ライノ、スミロドン、コモド、ステゴサウルスにラプターの8種類となってますね。やっぱりラプター欲しい。で、さっきパーツね緑色だったから、ライノか、コモド、どちらかでしょうね。では組み立てます。ケースからね、このパーツをまずは取り外します。組み立てれました。こちら B04 番のライノーですね。全長が約12センチ。ケースの外に恐竜は全部で8種類って書いてたけど、ライノーは3位だから恐竜じゃないですよね。で、アニアのこちら3位のフィギュアを、はい、並べるとですね、こんな感じのサイズ感で、アニアよりもね、ちょっとがっちりとしたね大きさになってて、こう手に持ちやすいですね。がっちりとした体に、この頭、鼻上のところの角とかね、もうパッと見て浅いかなってこう分かるような形になってますよね。色はね、蛍光色の緑色と、あと暗い紫色になってるんだけど、緑色がすごい綺麗な色ですよね。
で、あの組み立てはね、本当骨骨ザウルスと同じような感じ、まあ、そこまで難しくなかったですね。で、がっちりとした足、前足はかなり大きいですね。で、後ろ足はちょっとひょろっとした足になってて、で、尻尾短い。で、胴体部分ね、脇腹の骨がね、こうちょっと見えるようになってて、ここかっこいい。もう本当この辺はちょっと骨骨ザウルスっぽいですね。で、大きな頭。目がクリクリでクリアパーツになってるんですよ。で、ここが光りますからね。で、鼻上には角が生えてて、耳の形がピョンってね、立った形になってて可愛いですね。で、あとね、頭横は柄も入ってて、ちょっとおしゃれなサインになってますね。で、稼働するところ、尻尾動いて、あと足、前後の足ね、稼働するようになってますね。足ね、付け根のところと、あと足首が、こうちょっと動かせるようになってて、頭も稼働するんだけど、動かすとね、音鳴っちゃうかもしんないんで、で、サウンドはね、45秒ほどで止まるようなんだけど、結構長いですよね、45秒ってね。サウンドの方聞きますね。この、耳のところがスイッチになってて、グッと押すと、音が鳴りますね。押します。めちゃ可愛い音が鳴ってる。なんかサイっぽくはないですね。で、目がね、綺麗に光ってるんですよ。緑色にね、点滅して光ってますね。そうそう。で、こうやって45秒間ね、ちょいちょいこう音が鳴るんだけど、で、もう一度押しますね。押すとね、口が、開閉して、あと、この目がね、ちょっと上に移動するんですよ。この動きが、非常に可愛いですね。こんな動きどうですか？可愛くないですか？これね。いいね。はい。で、反対側も同じように、このね、目と目がね、動いてますよね。うん。声高い、めっちゃ。はい。で、今のうちに頭を動かしましょうか。はい。こんな感じで、頭稼働するようになってますね。サイズ小さいから、どっか、出かける時とかにもね、持って行って遊んだりもできるし、また飾ってもすごいね、こう、可愛らしい形になってるから、いいですね。で、こちらシールが入ってるんですけど、好きなところにね、貼ったらいいみたいですね。今もね、ちょっとメカっぽさあるんだけど、もっともっとこう、かっこよくなりそうですね。ではね、2個目見ていきます。どんな音がするのか、聞いてみますね。さっきと声が違う。で、ライトはこう緑色なんで同じですね。では、パカッと開けて。あ、やっぱり違う生き物ですね。では、組み立てます。組み立てれました。こちら B06 番のコモドですね。で、多分ね、形的にコモドオオトカゲですよね、これね。うん、コモドってなってるけど、コモドオオトカゲだと思う。で、全長が約ね、13センチで、アニアでちょっとコモドオオトカゲないんで、比べるのないんですけど、さっき組み立てたライノと比べるとね、まあ、あんまり大きさ変わんない。形全然違うからちょっと比べにくいですけど、まあ、同じぐらいのサイズ感ですね。色はね、蛍光の黄色で、あと、なんだろう、暗い青色になってますね。なんかこれもちょっと変わった色になってて、で、足がね、すごい短くて可愛いですね。前足はね、少し長いんですけど、短くて可愛いですね。で、全長がさっきのよりも、ライノよりもちょっと長いですね。で、稼働するところは同じで、尻尾と、あと足ですね。前後の足が動かせて、足首も動かせるようになっててですね。足がね、大きいから、すごいね、安定感あって立たせやすいですね。で、胴体部分の形が、さっきのライノとはね、全然違いますね。なんか、まん丸の、なんか骨になってて、すごい可愛いですね。頭なんですけど、柄がすごい、ピンク色の柄になってて、目はさっきと同じ、青色のね、クリアパーツになってて、緑色に光ってましたね。で、この上がボタンになってます。で、ボタンを押すと、なんか動きなんかおかしいなって思ったんだけど、口開閉しませんでしたもんね。ちょっとね、ハマっちゃってました。で、もう一度ボタンを押します。ボタンを押すと、はい、こちらも口が動いて、
あと目がね、目玉が動くようになってますね。この動きめっちゃ可愛い。やっぱこの目の動きが非常にこれ可愛いですよね。はい、こんな感じでね、口もパクッと開いて、ライノと似てるけど多分違うと思う。うん、音違いますよね。どっちも声高いけど、うん、なんかちょっと音の種類が違いますよね。ラスト3個目見ていきます。恐竜出てほしい。音声チェックします。あれ、なんかさっき出たどっちかと声似てる気がする。いや、かぶってそう。はい、では開けますね。こうさっきからね、横で音鳴っちゃってるんですけど、やっぱり45秒間鳴るっていうのは結構長いですよね。止まるまで結構長い。さあ、開けます。あ、やっぱり、かぶっちゃった。これはね、ライノですね。いやー、なんかショック。やっぱあのね、外の声でわかるんだ。だからか、箱から一旦持ち上げると音声が鳴るから、その状態でこうね、音を確認したら、こう中に、そう、かぶらずに購入することはできるかもしれない。音が違うかったらだけど、今回はトイザラさんで買いました。中に何が入ってるかわからないタイプのバイオポッドサイバーパンクシリーズ3個開封したんですけど、今回初めて買ったからね、どうやったら見分けがつくとかわからなかったんだけど、購入前に、卵の外のボタンを鳴らして、こうサウンドをね、流してですね、こう同じ音だったら被ってるっていうね、見分けることがね、できたみたいで、いやー、ショック。ショックだな。恐竜全8種類って書いてたけど、恐竜じゃないのもいましたね。全8種類。いろんな生き物ね、8種類となってて、まあその中でもね、恐竜はいたんだけど、ラプターね、欲しかった。僕のチャンネル見てる方でしたら、やっぱり恐竜好きな方が多いと思うからね、ラプター欲しい方多いんじゃないのかな。ぜひ、いいのゲットしてくださいね。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、ベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。